ケンタ嫁企画、異性ローディーにドキッとしたことされたいこと、パート3 パート3、早いもので3回目。今回はクリスマスということで、恋人はサンタクロースということでですね、異性ローディーにキュンとしたことということで、女子らしいお題が出てきました。はい、中にはね、寂しいローディーもいっぱいいらっしゃると思います。はい、ですが、寂しいローディー以外の人もですね、また寂しいローディーもこういうことされたら嬉しいなっていう、ちょっと幸せオーラムンムンな回に今回させていただきたいと思います。もちろんね、ドキッとしたっていうのは、そのキュンとした時もあれば焦る方の時もあるかもしれませんが、僕ちょっと回答を見てないんでわかんないです。今回もたくさんの方の回答をいただきましてありがとうございました。例えばね、ローラー終わったらお疲れ様、プロテイン用意してくれるとかさ、ちょっと寄せといたよって気づいてくれると嬉しいよねとか、まあそういうですね、コメントがあるかないかと募集しました。はい、じゃあ今回も早速やっていきましょう。よろしくお願いします。はい、これはお知り合いの方ですね。 TT ゴール後に渡されたカップケーキ、カラカラの体がさらにカラカラになった。もう TT ってさ、補給できないのよ基本。もうずっとでもがき切るのよ、タイムをね、コンマ1秒削るために。で、終わった後ってなった時に、もう今すぐ欲しいのは水分なんだけど、カップケーキが来たわけね。私はふがしあげる。ふがしは地獄でしょ。気持ちは嬉しいと。ただその人はきっとドキっていうのはどっちのドキなんだろう。うわ、もらっちゃった、食べなきゃ、でも今は体が受け付けないみたいな、いろんな思いがあったんでしょうけど。これもお知り合いの方ですね。後方の車にしっかり手信号、挨拶を行い、抜かせる場面でもきっちり手信号するマナーの良さに。ベキさんね、ベキさんマナーの良いジェントルな男性が良いと、ドキッとするってことね。男性諸君の皆さん、そういうことですよ。こうやってやればいいんですよ。こうやってしっかりと手信号、ちょっとコーヒーコーヒーうるさいね、わかるって言ってる。まさく一緒に走ってほしい、過去切実。この前だって一緒にさ、テレビの撮影しに行った時さ、もうまさくんこうじゃん、もう両脇にもレディースがいて、こうやって、あ、くんさんお過ごしますってさ、こう歩いてきたからね。もうクリスマスなんで特価引っかえなんでしょう。あの可愛い笑顔にやられるよね。やられるんだよ、ごめんなさい、あの語弊があったらごめんなさいね。彼は健全です。次もお知り合いですね。はい、同性ローディーなのにコスプレのスカートにドキッとしてしまう罠。やべえやん。そして車輪行で到着したら躊躇なく着替え出したことがあって。めっちゃわかるかも。そう、トライアスリートとかもそうなんだけど、もうなんか脱ぐのに慣れてるのよね、脱ぐことに。もうなんかそういうなんか やましいというか恥ずかしさとか全くない人、女性ローディー多いのよ、多いといるのよ。え、分かるかもってことはドキッとしたことがあるってこと？ドキッっていうのは、おー、ここで着替えんのみたいな、そういうドキの方が大きい。めっちゃいい体してる、エロいっていうドキよりも、え、ちょ、まだ俺いるけど、どうするどうするみたいなドキ。あ、目のやり場に困る、目のやり場に困るドキだと思うけど、男の方がなんならちゃんと王室掴むんだよな。でも同性ローディーだけどスカートにドキッとしてるし、これはちょっと俺は分からなかった。とりあえず知り合いたい、多いかったですこれね。異性とはみたいな、そういうちょっと寂しいローディーは結構今回いたけど、大幅にカットさせていただいております。あー、やばいねこれ。ヒルクライムでみんな先に行っちゃったのに、一人だけ括弧男性がずっと一緒に登ってくれたこと。あー、みんなね、好きになっちゃうよ。ほんとそんな感じ、うん、だってさ、みんな行っちゃうのにさ、自分のこと気にしてくれるんでしょ、うん、でもさ、あんまりこう気遣いすぎるのも、それはそれでさ、私に合わせてもらっちゃって申し訳ないみたいなさ、気持ちもさ、あるって話したじゃん。前さ、なんか乗ってた時にさ、みんなでライドしてて、先頭の人が、あ、ちょっと何々さん、遅れてるんで止まりますって、はいはいはい、みんなで止まるのは嫌なの。あ、ね、そうじゃなくて、こうやってみんなが行っちゃって気づかないのに、自分、その人だけ気づいてくれて引いてくれるっていうのがいい。一人の人がさりげなくこう一緒に行ってくれると、なんかこう、さすがに好きってなっちゃうわけね。そう、そもそも異性ローディーがいないっていうのは多かったです。多いね。多いですね。多いね。やっぱみんなやろうとしかしたことない
人が多いのかな。かっこ女ですって人もいる。女女性で男性出したことないみたいな、逆にね、うん、もういるみたい、まあ、確かにさ、女の子からさ一緒に走りませんってなかなか言えないか、そのキャラに。そういう話題も出てくるから次行くよ、はいはい、アイウェアとヘルメットを取って目が合った時のギャップ。あ、アイウェアとヘルメットを取ってファッサみたいな、あのバイク。それはでも男でもあるんだよね、ファッサで。男でも確かに、まあ俺ケンタ目線だと、まあ、普段サングラスしてさ、これほぼ隠れてるわけよ。夏なんかもう下手したらここまで隠してて、露出ゼロの状態からスッスッバッチリこうなんかこう整ってたりすると、お、好きってなるかもしれない。男でもそうかもしれない。変則の仕方が分かりませんって嘘ついて、こうやってやるんだよってお姉さんに教わりたい。僕の心も走るペースもビンティングされたい。クリスマス前に一回人間ドックに行っていただいて精密検査をすることをお勧めします。グループライドで女一人、置いてけぼりの私を U ターンして迎えに来て30キロ引いてくれた。すごい、やばいね、これは優しい王子様じゃん。王子様やね、だいぶ気遣ってくれてるな、うん、そういう男はきっとあらゆる場面で気遣えるだろうね。ちぎってやろうとペースを上げて、もう離れたかと振り返ったらぴったりくっついていたこと。これ多分男だと思う、多分男が女に対してうわってやって、で打ってみたらちゃんとついてきてる、うん、やるやんみたい な、ね、そういう感情男あるな、やっぱりこう、うん、自分の本気にもちゃんとついてこれる。それはね、プラス、プラス、もちろんプラス、プラス、あ、なんかこの女の子いいよいいよみたいな、そういう感情だと思う、うん。カフェに行った時4台重ねて置いたら何も言わずに鍵をかけてくれたこと。あ、地味に嬉しいね。やっぱりなんかこう気遣い系は、気遣い系ドキッとする、うん、自分だけじゃなくて、ね、スッとまとめてこうやってね、そうそうそう、ナチュラルにやっちゃうところがいいんだろうね。これからみんなちょっと長めの鍵が売れそうだ、ね、クリスマス急にあの長めの鍵がめっちゃめっちゃ売れるな、今なんで長いのばっか売れるんだろうみたいな。一人ぼっちライダーなんだけど長いの常に持ってますみたいな。女性ローディーに前を引いてもらって、後ろで女性特有の石鹸のような心地よい香りを嗅ぎたい。嗅ぎたい、うん、確かにいい匂いをする人はいるよね、うん。外国人の選手とか多いね、特にレースとか、あーバーン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 ってやった時にめっちゃいい、めっちゃいい、おぶねえみたいな。ジャージであらわになる美しいボディライン。まあそれは男が書いただろうけど、確かにしょうがない、生理現象、本能だよね、それね。シンプルに挨拶、あー大事よね、人間性が問われるね。あやー、あ、お疲れ様でーすって言われるとね、さよならとか、走ってる時にさ、こんにちはとかね、知らない人とか言うとね。パパの編集手伝ってて、知らない人に挨拶してる時に思った、あ、いいなって思った。ありがとうございます。好きになってもらってもいいんですよ。次、あれ、かわいい女子ローディーに休憩から帰ってきたらサドル温めといたよ。え、警察が来るやん、それは。どういうこと、座っといたってこと。座っといたり、こうやって触って温めといたよ。シンプルにキモいんですけどってやつだ。座って温まかったら嫌なんだけど、私。ボトルなくなった時に飲むって言われたこと。どうなん、男で飲むって言われたの。いいなって思ってる人だったらいいよね、うん、好きだったらいいよね、結局そうだよね。こうやって飲んでさ、飲むとか言われた時にさ、よだれが美容とか立てたって嫌だ。飲むって、いやだいやだ。でも女の子から男だとまあちょっとこう嬉しいかもね。だってさ、普通さ、女の子からそんなこと言ってくるってほぼないじゃん。嫌じゃん、女の子も全部自分のものもさ、まあ友達だってめっちゃ仲良しだったらいいけどさ、ね、男に貸すっていうのはなかなかこうないと思うけど、 OK 領域の中のに入ってるんだ俺って、え、もしワンちゃんみたいな気にさせてくれるのは嬉しいね。これ私が好きな補給食と言ってカロリーメイトをくれたことです。かわいい、かわいいよね。カロリーメイト美味しいよね。カロリーメイトってところがかわいい、うんうん、カロリーメイトからみんな入るもんね、美味しいよね、うんうんみたいな。かっこいいお尻の形の後ろ姿を見たとき、男も女もさ、やっぱりかっこいい体つきっていうのはやっぱりおってなるわけですよ。早いローディーはかっこよく見えて、助けてくれたり励ましてくれるローディーは尊いです。
部活の、ね、運動神経いい男子、うん、ちょっとかっこいい的なね、で、うん、そいつがさらに優しいとかだと、好き好きブーストがね加速するわけですよね。頑張ろうね、ニコ。これマジで死ぬ。やられたね。もう、うっってなる。おっ、落ち着け、蹴った、俺には。妻と子供があって。最初持ちの俺には結構、忘れかけていたその青春の必殺技みたいな。二人乗りしよう。青春という意味ではすごく、ね、嬉しいね。あのまあ、厳密に言うとね、領航法違反かもしれませんけど、やっぱりちょっとさ、田んぼのさ、北の上でさ、綺麗な土手でさ、ジブリ見すぎるね、2人でしょっつってさ、カラカラカラってさ、で女の子がちょっとさ、落ちるとあれだからさ、ちょっと体をこうね、背中にちょっとみたいな、で、男はさ、うっ、あっ、くっついてたし、この子のちょっとあるし、みたいな、このドキドキ感、おかしい、こいでたわ、一人で、後ろいる手で一人でこうやって、こうやって、こうやってやってたけど、サングラス越しの笑顔。いいよね、光るよね、なんかね、見欲しいとかさ、もう眩しすぎるんだよね、彼女はもうね、太陽、ひまわりサンって感じなの、もうすごいのよ、見欲しいが、真夏が似合うよね、サングラス越しでもすげえからさ、異性ローディが周りにいないことにドキッとしました。あ、こうやってよし、入力しよう、ドキッ、いねえじゃん、俺みたいな、そういうドキね。次、斬新斬新。なんかこれ本当に男の人だなって思うんだけど、何件かあって、はい、俺はジャージのジップを下げる女性ローディが信用します。あ、でもこの人はちょっとこう女性寄りじゃん、考えが、信用しないみたいなさ、要はそのさ、ちょっと胸元見せてちょっとこう見せ、その人は全くそういう気なかったとしても、やっぱりさ、ここが空いてるとさ、 ありますか、あるだろ、 あるよね、ちょっとさ下げるか、だって普通、でもそれを見るとやっぱりさ、ちょっと狙ってるというか、そういう気にさせるというかさ、でも確かにいない、俺の前には少なくともいないけど、ちょろい男は落ちるよね、そんな、なんか好き、かわいいみたいな、セクシーってなるよね。妻に前を引かせたら驚く加速を見せた。ああ、バカだ、さっきの同じで飛ばしたらついてきたと思うんで、奥さんに前行かせて早かった時に、男ってなんか、あ、こんなんやるじゃんみたいな、ちょっとこう、ちょっと下に見てたけどってこと、下に見てて、そう、過小評価だったって分かると、ちょっと男は、お、好きって、ちょっとドキッとするの、いいって言って、どうするじゃなくて、今日めっちゃスクワットめっちゃやっとるやんみたいな。マップ見せて道を説明しようとしたら急に近寄られたこと、かっこほぼくっついてた。 あるよ、わかるかも、これでね、わかるの、わかるっていうか、いや、わかる、されたいなっていうか、そういうのされたいの、されたいって、このマップ今日こうルートです、え、何ってなった時に、うって確かになるかな、ね、まあ俺はならないけど、普段の緩い雰囲気とロード乗ってる時の真剣な感じとのギャップ、結構さ、ローディの服って結構さスポーティーだけどさ、私服めっちゃふわふわとかださ、ギャップとか、逆もね、逆もしかりね、めっちゃこうふわふわでなんだけど、優しそうな人がこうレースとかでめっちゃ速いみたいな、そのやっぱりノーマルギャップ結構でかいよね。初心者だと思っていた異性にそんな遅かったんだって言われたい。まあ、こうやってあるこうでヒルクライムっつうのはみたいな、引き足とえとかに体こうやって掴むよね、ありがとうございますってバーンってちぎられたいってことだよね。で、そんな遅かったんだって言われたいってド M だね、この人も精密検査が必要だね、ちょっとね。パンクして取り替えようとした時に、俺がするよとさりげなく手が触れることがあってほしい。頑張れ。ドグマ乗りで銀座のど真ん中をラチェット音を鳴らして目の前を通り過ぎていった女性、女子ローディ。もうリッチだね、リッチ&セレブが漂うよね、座銀でさ、ドグマでシャーっていうさ、もうなんか似合うよね、ははーって一緒にサイクリングしてる時に人一倍はしゃいでる姿を見る、子供っぽくて母性心が出る。それもやっぱギャップじゃない、普段はシャキッとさ、仕事もキュッてきますみたいな人がさ、うわ自転車最高とか言ってやってると、もういいとなっちゃう。次、坂で背中を押してくれた。
それ嬉しいよね、うん、ボディタッチ&気遣いのねダブルパンチというか、うん、ただしイケメンに限るとか、うん、ただし可愛い人に限るみたいな注意書きあるかもしれないけど、美人のソレナゴ姉さんかっこあだ名にランチ誘われた。へー、それなんかさちょっとサイン出してない？コロナゴ姉さんが俺の動画を見てきて、そうそうそう、私じゃん誘ったのみたいな、そうそう、え、これこの赤のこの人って私が誘った人とあの人だって、あ、エンダー手作り弁当。うん、これは男はね、男はね胃袋からってよく言いますけど、ね、本当その通りです。六甲さん、六甲さんね、で気づけば後ろに篠さんがそのまましばらく聞いてくれた。篠さんやってくれるね、さすがだね。確かに俺篠さんが後ろにいたこと見たことない。必ず山で甘えだから、あの人はすごいね。ドキッとするよ、なんかいろんな感情のドキが出てくるよね。やっぱりボトル系は多いね。ボトル系が多いってすごいね。私の飲みますって言って遠慮なくもらったとか、うん、もらっとけ、遠慮なくもらっとけそこは、うん、平均購買 20% の激坂を細身の女性がアウタートップで登ってたとか、そんなことある？一番重いギアで 20% 登るってすごい。いや、なんか人じゃない多分それ。多分幻覚も。多分人じゃない。幻覚見てると思う。20% 見て。熊だった。きつすぎて。熊か、ハルクか、うん、そんな感じですね。ヒルクライム中に異性ロージーを抜いたら、待って、お願いと言われた。待つわ。全然待ちます。はい。シーってすぐ出たら足止めるわ。顔が可愛かった。それに限る。まあ、顔はね、そうだね。それドキッとするわ。ホイール買って家に届いてしまい、またなんか高いの買ったでしょと言われ、別の意味でドキッと。それドキッとするな。それはね、やっちまったね。頑張って漕いで、めっちゃ可愛いやん。かっこ小学4年生の娘とサイクリング、パパバカって。可愛いわね、わかる。うちの娘もさ。美しいハンドサインを出された時、指先まで美しかった。あピッみたいなもん。俺とかさ。とかさ、上級者の人たちもさ、こんな感じで、あ、止まれよみたいな、あーみたいな感じなんだけど、すぐしゃくピシッ、手首もピシッ、第一関節もピシッやってる人いるかもね。いいねこれ、はい、道の確認の時に彼が私の携帯を見ようとしてヘルメット同士がコツンと当たっちゃってドキッ。女の子が好きそう、ね、コツン、あごめんみたいな、うん、何も考えずにさ見覗いたら、あ、こんな近かったんだみたいな、ね、みたいなね、なんだよその青春舞を、酒持ってこい。酒はどこじゃい。すれ違いざまに可愛い子見つけて心拍数上がる。やばい、そう、おもろいね。お手洗いから戻ったらコーヒーやら補給やら買って待っててくれて、ガチイケオジいつも感謝。ちなみにそのイケオジはカフェドモデルのアツシさん。ね、アツシさんイケメンやからな。顔もイケメンで気遣いもできて、コーヒーも用意して。言うことなし。俺も真似しよう。女性ローディが暑い日に胸元のジッパーを下ろしてるとドキッとする。するする。絶対これ、次の夏みんな下ろしてるよ。女性ローディ、うん。ドキッとしちゃうけど、そのドキッとレベルもさっき見たけど、そのあ、ちょっと下ろしちゃって大丈夫っていうドキッと、うん、あとは心配めのドキとそのエロめのドキとはあると思う。同性同士走ったらさ、こいつ何もなんかやってるってもさ、何もらもどうしてんのって思ったりしないそこで。なんか YouTube とかさ、インスタとか見てて流れてくるじゃん、うん、なんかこの間こんなピチピチじゃなかったのに男性いるとこういう感じね、急になんかこうボディラインめっちゃ出てくるようなウェア着ちゃってるんだふーみたいな、そういう感じねみたいな、まあ、あるよね。女の武器は使いましょうタイプだよね。女の武器を付き合いましょうタイプ。同性同士では別にそんなんないけど、異性がいるときはちゃんと武器持って。でもそれをなんか女性の前でもやるんだったらいいと思う。それが普通なんです私。そうそうそう。なって怖えな。次もまたお願いしますではなく、次丸々行きたいので空いてる日にち教えてくださいとあっちから来た。うん、具体的でね、あのよくあるじゃん。また今度遊ぼうね、機会があったら遊びましょうね、絶対ない機会ね、うん、あるじゃない。もう具体的にね、向こうからこう空いてる日いつですかって聞いてくれるのは男からすると嬉しいよね、うん、一緒に旅してくれたこと、うん、どこにでもついてきてくれる、かっこ自転車を異性として見ています。この人
この病気ですね、非常にまずい状況まで来てますね。精密検査今すぐ受けてください。まずロードに乗ってる時点でいい。確かにね、女の子でロード乗ってるってだけで、まあ、ポイントがね、やっぱりそのね、ただでさえ絶滅危惧種の女性ローディ、まあ最近増えてきてるけど、やっぱりお男性と全然少ない中で、うん、ロード乗ってる自分と同じ趣味っていうだけで、まあ、男からすると嬉しいよね。リンクコーデかペアルックのウェアを着て一緒にカフェとか行ってくれたら超嬉しいです。恋してますね、女子やね。あの乗り始めの時一緒にカフェドのウェア着たじゃん、うん、嬉しかった。ほんと、やっぱ嬉しいよね、やっぱね。ちょっとそれもモチベになる、はい、彼女に自分のロードバイク乗せてみたら想像以上に似合っててさらに惚れた。ああ、あるよ。だからやっぱギャップだよ。だからやっぱりね、いや、うちのさ彼女は絶対ロード乗んないよ。すっ、スタイルもいいやん、可愛いやんってなるよ絶対男は。太もも左官みたいだねって言われたことあの男は嬉しいかもね。データ左官ってこと。そう、あの左官と俺同じ、なんかすげえかっけえじゃんこれみたいな一人で出たレース見に来てくれた。嬉しいね。嬉しいよね。嬉しいよ、それは嬉しいと思う。女性男女問わず嬉しいね、それはね。ビブからチリチリの毛が出てた一回動画にさせていただきましたもんね、うん、どうだ、ドキッとした。最初はドキッとした、おお毛だみたいな。そうだけど、それから裏返しにして毛ついてないかなって見たら、取ってポッポって取ってあのクローゼットにしまうって感じ。慣れですね、皆さんね、はい、慣れてください、うん、はい。湖畔でロードにまたがりながらボトルを飲んでたポニーテールの女性にもう一度会いたい。あー、なんか良さげだね。忘れられないんかな、その絵が良かったんだね。こうロードまたがりながら湖畔でね、ちょっとごくごくみたいな、それがすごいなんか絵になったんだろう ね。探しましょう。毎日ご飯走りましょう。ずっとループしましょう。落車した自分の上をバニホで越えていく姿。やばいね、それめっちゃおもろいよ。ガッシャン、あー、シュバーって。それで好きって。やばいやつや。かっこいいって。自分のボトルの水がなくなったの信号待ちで気づいて、あっとか言ったら、前から無言で渡してきてくれた。イケメンじゃん。っていう夢を見ました、だって。返してくれ俺の。すごいいい気分を最後に真の底まで落ちたわ。飲みかけのボトルを渡された時、絶対紹介してくださいって来てましたって圧がすごい。紹介しましたよ、はい。終わりです。 OK 終了。今回もたくさん面白い返事くれてありがとうございました。印象残ったやつはどれですか。待っててくれるやつかな。俺ね、ヘルメットこつんは結構なんか、あ、いいよね。なんかドラマでやれそう。サイレントで出てきそう。意外にか弱い女性を好きっていうのなりがちだと思うけど、自分と同じペースでちゃんとついてきてくれる女性に対してポジティブなギャップが生まれるから、必ずしも顔弱い女性じゃなくて、じゃ結構頑張ってくれる女子に男は結構ドキッとすると思います、はい、早すぎる女性はドン引きされます。はい、まあそんな感じです。はい、今年最後の読み企画でございました。またやります。はい、そのうちね、ぜひ面白かったと思った方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。では皆さん、良い夜を。ご視聴ありがとうございました。